午前11時、緊張した面持ちで学校の玄関に立つ百崎選手。そこにやってきたのが阪神の球団関係者です。評価したポイントを百崎選手に伝えました。パンチ力のある、広角に強い打球を打てる、打撃を高く評価させてもらいました。これに対し阪神カラーのネクタイを身につけた百崎選手は一軍での飛躍を誓いました。一軍の舞台で自分のプレーをファンの皆さんだったり応援してくださっている方々に見せることが一番かなというふうに思ってます。そのファンにどんな愛称で呼ばれたいか記者から尋ねられると、前の会見でも言ったんですけど、ももちゃんって言ってくれたらありがたいです。